こんにちは、マーカフェ和田まみおのハンサムな女子トークの時間となりました。日曜日のランチタイムいかがお過ごしでしょうか。今日も最後までお付き合いくださいね。この番組は有限会社ライブ京町屋祇園新門前の協力でお送りいたします。京町屋祇園新門前は明治の頃より祇園花街のお茶屋さんのお座敷に花を生けて回った花屋さんでした。その花屋さんの後の伝統的京町屋をさまざまなイベント会場としてギャラリーとしてご家族の集まりの場などとしてご利用していただけるようリノベーションいたしましたのが京町屋祇園新門前です。お問い合わせは k.m.gion@gmail.com k.m.gion@gmail.com 070-5269-7131 070-5269-7131 までお願いいたします。改めましてこんにちは、マーカフェの、パーソナリティ和田まみおです。よろしくお願いします。ですね、本日のゲストはロシアレストランキエフさんの取締役ですね、加藤道代さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。なかなかお会いできなくて申し訳ないです本当に。ね、はい、ロシアレストラン、場所はねどこにあるんですかね。南座の北側ですね、はい、南座、イオン市場、イオン市場ですね、はいはい、市場通りの北側です。でビルの上にありましてね、はい、オートビルというビルの6階になります。6階に、はい、夏になるとなんとビアガーデン、そろそろ屋上で、はい、何月からですか。5月22オープンです。もうあと1月ぐらいですね。そうですね、いよいよ来ましたね。楽しそう。そうなんですよ、実はで、はい、加藤さんね、はい、芸能人の加藤登紀子さんの姪御さんということで、はい、あ、姪です、はい、そんな話を、はい、そこから振るかっていう感じなんですが、ですね、まずね今日お話ししてもらいたいことが、はい、東京出身の加藤さんね、はい、道代さんがどうして京都来たのかなって、はい、そこ知りたいなと思ったんですけど、まあ、私も関東の出身なんですけどね、うん、はい、なんかきっかけあったんですかね。ちょうどね10年前なんですけど、はい、2004年に、まあ、京都に引っ越してくる、はい、もうぴったり10年ですね、はい、きっかけになりまして、うん、はいはい、まあ、自分の人生にとっても大きな転機だったんですけど、うん、まあ、結婚だったわけなんですけど、あ、なるほど、はい、結婚して京都に来られたんですか。そうです、はい、へーへーって私も同じような感じで、はい、へーって言ってますけどね、うん、で結婚して、はい、こちらに移り住んで、もともとは家族は東京、はい、もともと、はい、ずっと お父さんも、そうです、そうです。でうち父も母も出身が京都なので、はいはい、まあ、祖父母がこちらに京都に住んでましたので、まあ、夏休みの旅に来たりとかはしたので、うんうん、全く知らないもちろん土地ではないかったんですけど、そうなんですね、まあ、住むのは初めてで、うんうん、はい、あ、なるほどね。でお店の方がおじい様がやってらした、はい、そうですね、はい、父方の祖父が始めた店です。なるほど、はい、で全く京都は知らなくもなく、うん、で京都の方とご結婚されたんですか。まあ、京都に在住の、はい、人と結婚することになったので、うんうん、まあ、東京40、まあ、言ってもいいのかな、まあ、40年間構わないですよ、はい、40年間、まあ、まあ、暮らしてた東京を離れる、うんうん、まあ、きっかけになったわけなんですけど。あ、なるほどね、はい。でこちらに住んでから、お仕事はね20代の頃とか30代の頃されてたんですね。あ、はい、そうですね、東京の方でされてて、そうですね、はい、大学出てから、うん、普通の、まあ、外資系の企業に、うん、十数年働いてまして、はいはい、まあ、その後、まあ、自分でもちょっといろいろ女性向けの、うん、美容の関係の仕事をしたりとか、なるほど、いろいろしてましたね、はい、結構経歴はいろいろあるわけですね、はいはい、そうですか、はい、なんかねこう、うん、まあ、今自分たちが40代、うん、50代になってみて、うん、ふっと振り返った時に、うん、20代の時とか30代の時とかの、うん、自分となんかここが変わったなって思うことあります？ね、うん、最近すごく思うのは、はい、20代の時って怖いものなしなんですよ。あ、
わかります、うん、なんかこうすごい未来が開けてて、うん、でちょうどバブルの時代でもあったので、うんうんうん、こうなんか夜中も右肩上がりだったし、うんうん、なんかこうもう何でもできるっていう か、 そうです、ね、かすごいそういう感じだったなと思って、うん、なんかあの何でも吸収できるし、うん、何でも自分でできるなっていう感じだったんですけど、うん、そうですね、うん、確かに、でね、それがこう時間を経るごとにですね、うん、まあ、なんかやれることって、まあ、何でももちろん可能なんだけれども、うん、今でもね、そうですね、だんだんこう、なんだろうな、こう冒険っていうか、うん、まあまあやろうと思えばもちろんできると思うんですけど、うんうん、20代の時みたいな無謀さみたいなのはちょっとないかもしれないですね、うんうん、なるほどね、うん、40、うん、はい、もう50手前になってきますよね、うん、なんかね、うん、まあ、中身が試されるみたいな年齢になってきたなっていうのはありますよね、うんうんうん、こう上っ面だけでは進まないみたいな、うんうん、そこはありますね、確かにね、そうですね、そんな昔の自分に何か言ってあげたいことみたいなありますかね、うんうん、はい、いや、なんかやりたいこと何でもやったらいいなと思いますね、なるほどね、うん、もうそれはそのままそっくり今の若い子たちに言ってあげたい感じですかね、もうなんか海外行ってみたかったらどんどん行ってみたらいいし、うんうんうん、本当何でもあの吸収できるものは若い時にして、うん、でなんか若い時ね、本当に、うん、あのもっと勉強、ね、した、しといたらよかったと思うのは、うんうん、この年になってくると、うん、集中力もなくなってくるし、わかります、本当に字もだんだん見えなくなってくるし、字見えませんよね、そういう苦労があるなんてことが、うん、20代の時は本当知らなかったっていうか、うんうん、そう、話には聞いてたけども、うん、もう体感としてそれが出てくると、うん、あの新しいことやりたくても、うん、すごい億劫になっちゃうっていうか、うん、あのやる気があってもね、それはありますよね、うん、だ辞書とかね、うん、私も今ロシア語をね、はい、勉強してるんですけど、そうなんですね、もう辞書とか無理だ辞書がね今電子辞書をもちろんね使ってるんですけ ど、 なるほど、だからなんか本当に集中力もなくなるし、うん、すぐ眠くなるし、うん、すぐ眠くなりますね、うん、だから本当に若い時にやれることは何でも、うん、勉強でも遊びでも、うん、そうなんですよ、うん、やったらいいなって思う、ね、でもそれが気がつかないのが20代なのかもしれないですけど ね、 残念です、もっと勉強しとけばよかった、もう本当に本当に同意見みたいなね、うん、そう、そうですね、ね、なんかまあ加藤さんもね、ずっとね、うん、こう何十年も仕事をしてきた女性としてね、はい、女性がね仕事を持って生きていくっていうことに関して、うんうん、まあ、そんなみんな堅苦しいことを思ってしてるわけではないと思うんですけど、うんうんうん、どんな感じですかね、あの私最初に入った会社にもずっとね、はい、辞めずに勤めてる友達も25年以上働いてる友達も何人もいて、はい、それはそれでねすごいことだなと思うんです、うんうん、キャリア積んで、そうですね、で、あのその尊敬するし、うん、あとあの今こうやってとまみおちゃんと出会ってね、うん、はい、その自分でいろいろ自分の能力を発揮してやってる女性もすごい素晴らしいと思うし、うん、はい、あ、いや、ありがとうございます、本当にだから、うん、聞いてましたけど本当にね、なんかまあ、何か、うん、それが収入になるならない別として、うん、なんか趣味でもいいし、はい、なんかその人が生きがいと感じるようなものを、うん、持ってる女性は同性から見てもすごい魅力的だし、うん、そうですね、例えその主婦の人でもいいんですよ、うんうん、別に主婦の人でもいいんだけど、うん、なんかその一つ何かを持っている、うん、こう喋ってても、うん、そういうものを持ってる人は、うん、私も共感できたり、うん、こういろいろ話ができたり、うん、なんだろうな、こう吸収させてもらえるっていうか、うん、そういうお友達もたくさんいるんですけど、うん、なんか素晴らしいなっていうか、うん、自分も頑張らなきゃって思うし、そうですね、影響されますよね、うん、やっぱりね、します、見てるとね、うん、まあ、キラキラしてるっていうんですかね、うんうん、そう、本当にでね、これからねこの年になって、はい、さあこの先どうしようって、うん、なんかちょうどこうシフトチェンジ的な時期であるような気がするんですよ、うん、私的にはね、うんうんうん、加藤さんどんな感じ思います、そのこの今の年になって、うん、まあ、10年後どうしていこうかな、うん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 、だんだんね、うん、親の年に近く、うん、まあ、近くなるっていうのは変ですけど、うん、親はどんどん離れていくんで、そうですね、うん、だから時代もね、20代の時は本当バブルで、さっき言ったみたいに右肩上がりで、はい、世の中もイケイケな感じだったと思うんですけど、うん、まあ、これから本当にその人その人、はい、一人一人のなんか中身っていう か、はい、なんかそういうのがこう問われるって言ったらおかしいですけど、うん、別にその多分バブルの時代も来ないだろうし、はい、でも逆に最近SNS のね、いろんなものでね、はい、いろんな人とつながってね、はい、逆に心強いっていうか、うん、
一個発信したらいろんな人がね、うん、いろんなことを言ってくれたりとかする時代になってきて、うん、その20年前とかそれは想像できなかったの で、 そ う、 です、ね、なんかそういうつながりも大事にしつつ、うん、でこう同じことに共感できるような仲間づくりみたいなのを、うん、こう本当質の高い、うん、なんか仲間づくりみたいなのを今からこうしてったら、うん、10年後もすごい楽しいだろうし、なるほどね、うんうん、本当ですね、この質の高いっていうのはすごくいいキーワードだなって思うんですけどね、なるほどね、また10年後また同じこと話していきたいですねと、ね、いう感じなんですが、ありがとうございます、ね、ロシアレストランキエフさん、はい、よくあのイベントなんかもされてるそうですが、はい、直近のイベントで5月の17日土曜日、若城さん、はい、若城光三さんの音楽イベントがあるようですね、はい、で5月17日土曜日18時からで、詳しくはホームページ、はい、ロシアレストランキエフで、検索していただくということで、はい、今日本当に短い間なんですけどね、すごく最後いいキーワード出ましたね。質の高い、そうですね、うん、そう、質の高い仲間を作っていこう、はい、確かにそういう年齢だと思います、私も、はい、頑張っていこう、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、本日のゲストはね、ロシアレストランキエフさんの、取締役ですね、加藤道夫さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、もう本当にね、そろそろ終わりの時間近づいてきたんですけれども、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。次回の放送はですね、5月11日日曜日お昼12時15分からですね、最後に、そう、私事ではありますが、私のイベントの告知などちらりとしたいと思います。4月29日火曜日、三部狂言ですね、三部寺の狂言のガイドツアー、そして5月15日木曜日、いよいよ来ました葵祭りのガイドツアーを予定しております。詳しくはですね、ブログに載せておりますので、京都ガイドブックには載らないガイドで検索してください。今日検索事項2つあります。ロシアレストランキエフさんね、もう一つは京都ガイドブックには載らないガイドで2つ検索して、いろいろね、あの京都でもイベントをしてますので、その辺もねチェックしていただきたいなと思います。またね、次回の番組も、素敵な女性を呼んでお話聞かせていただきたいと思います。ではそろそろお別れの時間となりました。そうですね、そうですねとか言って、加藤さん今日は本当にありがとうございました。お忙しい中、はい、またでは5月11日日曜日お昼12時15分、お楽しみにしてください。この番組は有限会社ライブ京町屋祇園神門前の協力でお送りしました。